クワドー・アサモアは、ガーナ・アクラ出身のサッカー選手。ガーナ代表。セリエエカリアリ・カルチョ所属。ポジションは MF。運動量豊富で、攻守に優れた選手。地元クラブのカーセマン FC にてキャリアをスタート。2008年1月、AC、ベッリン・ゾーナへ移籍し、イタリアのトリノ FC に、レンタル移籍する。2008から09シーズンから、ウディネーゼ・カルチョへ移籍し、 パスクアーレマリーの監督の下で中盤を支える選手として徴用された。2010年12月、アフリカ年間最優秀若手選手賞を受賞した。2012年6月、同僚のマウリシオイスラと共に、ユベントス FC に共同保有で移籍決定。ユベントスでは3から5から2の左ウィングバックにコンバートされ、中心選手として活躍している。 2013年6月、ユベントスは、アサモアの共同保有権の片方を買い取り、完全移籍が決定。2013から14シーズンのリーグ優勝に貢献し、同シーズンのセリエ A ベストイレブンにも選出された。しかし2014から15シーズン以降は度重なる、怪我により、大幅に出場を減らした。2018年5月18日、 本人の公式ツイッターで、ユベントス対談を発表。2018年7月2日、3年契約で、セリエ A インテルミラノに入団した。2021年2月3日、カリアリカルチョとシーズン終了までの契約を結んだ。ガーナ代表でも台頭しており、ガーナで開催された、アフリカネーションズカップ2008の代表メンバーにも選出された。 アフリカネーションズカップ2010メンバーにも選出。2008年大会は3位、2010年大会は準優勝を経験し、2010年大会のベスト11のサブメンバーにも選ばれ対等してきた。2010フィーファワールドカップに初出場すると、グループリーグ3試合、ベスト16、準々決勝の合計5試合に先発出場し、 ガーナ代表初のベスト8進出に貢献した。2014FIFA ワールドカップのグループステージでは、左サイドを駆け上がり、足の外側でクロスボールを上げるというプレーを見せ、ギャンのゴールをアシストした。ありがとうございます。